ブラニエはセルビア南部の都市及び基礎自治体でプチニャ軍の行政的な中心都市である。人口は2011年現在市街地で54,456人、基礎自治体全体で82,782人である。古代、京のブラニエ周辺にはトラキア人の様々な部族が住んでおり、プチニャ軍内には同様にトラキア人の部族であるアグリアネスが住んでいた。 ローマ人がこの地にやってきたのは、紀元前2世紀から1世紀頃とされる。ローマ人が築いた要塞は、その後、539年から544年頃の、紛俗の襲来によって廃れてしまった。これら地域には彼、ブラニスカバニャ、グラディシュテなどが含まれる。ブラニュの地名は、古いセルビアの言葉で黒を意味する、ブランに由来するとされ、東ローマ帝国、 コムネノス王朝初代皇帝であるアレクシオス一世、コムネノスの娘で王妃で歴史家でもあるアンナ・コムネナの著書、アレクシアドに表されている。ブルガリアの支配を経て1207年にセルビア王国ステファン・ネマニッツの統治となる。1455年、オスマン帝国の支配下に入り二主三弱の一部となった。その後一時期、 1688年から1692年にかけてオーストリアによる支配となってブラニエはフォンラー向けが統治するが1878年までオスマンの支配が続きセルビア王国の統治となる第一次世界大戦時の1915年にはブラニエ近辺はオブチェポリエの戦いなどセルビアとブルガリアとの戦いの最前線となった白橋オスマン時代 ブラニエは重要な交易の場であった。ベルモストは町のシンボルで、ムスリムの少女アイシャとキリスト教徒の羊飼い少年、ストイアンの叶わぬ恋話の伝説から、モスト・リバビと呼ばれている。11世紀以来のマルコボ要塞が町の北部にあり、町には伝統的なバルカンやオスマンの建築物が残されている。1990年代終盤、ブラニエは、 コソボ紛争等の影響から、コソボやメトヒア周辺部からセルビア人の避難民が流入した。ナト o 軍のアライド法ス作戦も大きな流入の波となった。ありがとうございます。